ガンモドキ。はい、どうもネビルだと思います。みんな、アニは見た。えぐかったよ、マジで。えぐかったんですけど。もうね、シャンクス大暴走。マジで大暴走。まずね、作画がマジほんと神だし、まあ漫画のよくね、あの何コマしかない漫画をあれほどよく膨らましていただいたなと。マジで、もう本当にワンピースの制作陣さん、頭が上がりません。もう朝っぱらから感動、マジでありがとう。はい、ということでですね、もうツイッターでも早速、アニワンとシャンクスがトレンドに入ってました。やはりね、この盛り上がりを利用する手はないと思うので、夏の超フェスシャンクスではないかという気持ちがね、どんどん盛り上がってきたところでございます。ここらで一丁ね、カムサリシャンクスだった場合の特性考察やっていきましょう。はい、まずね、スタイルだよね。スタイル、これがマジで何なのかというところなんですが、もうね、今日のねアニワン見る限りはね、これゲッターっぽいね。あのね、むちゃくちゃ高速でね、移動してた、シャンクスが。なんかもう悟空みたいな。ピューンって。どうなってんだ、あの脚力。はい、これまでもね、このシャンクス、アタッカーしかね、超フェスは出ていませんので、まあさすがにね、追加でアタッカーが来るってことはないかなと思います。で、ディフェンダーも一匹ね、おざこシャンクス来ているので、まあゲッターかなと。うん、ゲッターが濃厚ですね。まあもしくはスタイルチェンジもあるとは思うんだけど、シャンクスのテーマにはなかなか当てはまってないかなと思うので、まあちょっと違うかなと。はい、肝心なスキルなんですが、やはり欠かせません、カムサリ。これはね、まあ相当な強さでしょうね。まああのロジャー、ゲッターのねロジャーのカムサリありますけれども、まああれとはちょっと一味違うカムサリではないかと思ってまして、おそらくこれ瞬間移動スキルになると思ってますね。もしくは旗移動のスキル、一番遠い旗に移動してカムサリぶっ放すとか、そういう感じかなというところですね。やはりこの環境だとスネーク、はい、ディフェンダーのスネークをね意識せざるを得ませんからね、ゲッターは特に。なのでまあスネークピークがいるところに移動して、3回無敵を剥がす多段攻撃を加え、さらにダメージ減少、防御力無視、このあたりがね徹底的についているかと思います。もう移動してシャンクスに移動で来られたら、あーもう終わったみたいな、うん、そんな絶望感を与えてほしいですね。そしてもう一つのスキルがちょっと難しいんですが、まあ例えばこれはね、そんなに怖いか新時代がみたいなセリフ系なのか、もしくは今回アニマンでもありましたけれども、ドリーとブロギーですね、このあたりとの一緒のなんかのやつで、やはりシャンクスで欠かせないのが覇気なんですよね。覇気、この覇気を使った何らか特性はあるかと思っていて、僕的にはね、周辺にいる敵に作用する威圧状態、このようなものがあると思っていて、これベックマンの威圧状態とはちょっと一味違うものにしてほしいんですよね。何かというと、今の環境めちゃくちゃうざったいのが敵虫ダッシュ、そしてチョーカーゲージ、このあたりではないでしょうか。僕ね、ここら辺がフラットになるだけで非常に環境的に良くなると思ってるんですよ。つまりそれぞれのスタイルの得意分野を全て制御する、そういうね特性が来ればいいのかなと思いますね。ゲッターであれば敵虫ダッシュ、ディフェンダーであれば超過、アタッカーであればワンパン性能、このあたりをシャンクスの威圧状態でグッと制御するようなサムシング、これをね期待したいなと思いますが、運営さん頼みます。ちょっと環境今ね、特定のキャラに偏っちゃってるんで、このあたり整えてもらえると助かりますね。はい、ということで、もうちょっとね、あのシャンクス見たらね、正直マジで来てほしいと思っちゃってますね。うん、ぜひダッシュ祭、はい、ダッシュ祭のあの大画面モニターでバチコンと超フェス頼みます。はい、どうでしたでしょうか。まああのね、ちょっとこのシャンクスについてもう一点だけ言いたいことがあるんですけれども、やっぱりね、こう焦点になってくるのが覇気状態、はい、これがあるかどうかなんだよね。今ご覧になられている緑シャンクス、はい、こちらね、今赤いのがモワモワってなってますけれども、まあこれが覇気状態ですよね。はい、この時には確か攻撃力も上がるのかな、まあよろけないと、そして何よりも状態異常が無効になるっていうね、まあそういう最強の特性があるんですけれども、これがまた結構長いんだよね。20何秒ぐらいね、持てば。はい。確か色々、なんか頑張ればできると。で、さらにその攻撃とかをし続ければ、どんどん延長されていくんで、まあ、実質無限に、覇気状態、残すことも可能だというところなんだけど、だけどね、今この強化状態を解くキャラクターが多すぎるのよ。はい。今、
この状態になってるでしょ。で、まずこれで、セラフィムに、スネークね、スネークに攻撃したらまず溶けてしまいますね。はい、ご存知の通り、パラメータ増加中の相手から攻撃を受ければ、その強化状態排除できますので、このシャンクス、今攻撃したらダメですと。なので、なかなか迂闊に攻撃できないのと、あと同じような条件で、ニカにも攻撃できないんだよね。はい、ニカも、やられてしまいますから、はい、これも攻撃できないと。うん、あとまあ、普通にゾロとかもそうだし、マムもそう、カイドウもそう。だから強化状態をね、解除するキャラクターがめちゃくちゃ多いんですよ、今のあの環境ね。うん、だからまあね、これから来るカムサリシャンクスに関しても、まあ来るとしたらね、来るとしたらカムサリシャンクスに関しても、おー、この強化状態があるかどうか、うん、これがめちゃくちゃ大事ですね。で、あったらあったで、まあどういう条件、なのかにもよるし、なかったらなかったで、それを補うだけの最強の特性が普段からついているのか、はい、こういったところがね、焦点になってくると思いますが、まあおそらく状態異常の無効、これはついていることでしょう、もうデフォルトで。例えばわかんないけど、体力が 50% 以上でとかね、はい、そういったものがついていることでしょう。もしくはなんかもう無条件で無効かもしれない、うん、無条件で無効、まあこれ初じゃないですかね、実装されるとしたら。いたっけ今まで、無条件で、だから体力何パー以上とかさ、自チーム内であればとかだったじゃん、今までの状態異常無効ってね。それがなくて、もうシンプルになんか敵からの状態異常は全て無効化するみたいな、はい、そういうキャラっていないよね、多分今までね、うん、なのでまあこのカムシャンに関しては初のそういった特性がついてしまうのかどうかと、はい、いうところにもなりますよね。うん、なのでまあ本当にね、まあ本当に今日これだけ、はい、強化状態、はい、このこの動画これだけね、はい、強化状態マジ注目ってやつ、はい、ちょっと忘れてたんで、はい、ちょっと追加で加えてみましたと。まあちょっとせっかくなんでね、はい、強化状態をなるべく解かないように、リーグ潜っていきたいんだけれども、まあまずはやっぱ相手の見極めですよね。はい、この状態だとニカは NG ですと。ニカはあまり戦いたくない。おっとダメダメ、集中大丈夫、このぐらいめちゃくちゃ食らってないじゃん、すごいね、やっぱすごいね、シャンクスね。はい、ここで、狙うべきはやっぱクラッカーですね。はい、クラッカーちゃんをバチボコやっていきます。オッケー、どんどんいけ。はい、やっぱクラッカーちゃんね、他の人にとって結構脅威だ。これ忘れて、ちょっと忘れて、これ大変お見苦しいところ失礼いたしました。はい、まあクラッカーちゃんをね、はい、シャンクスは狩ればいいと思いますよ。ダメージ減少のスキルマジ強くない、あれ本当に。ワンパン性能マジ高いよな、クラッカー。いや、いいキャラクターだと思うよ、本当に。クラッカーがまさかね、ここに来てね、ガンガンと上がってくるとは思わなかったんでね。はい、よし。やっぱ状態以上の短縮でかいよね。うん、状態以上の短縮は今の環境自体で本当に最高だと思う。よし、ここ任せ。よし。ワン、オッケー。はい、ワンキルさせてもろって。すごいね、相手は、もう2回しか残ってない。オッケー。じゃあ、ちょっと上行きましょう。おう。で、相手はロジャー、クラッカー、またクラッカー。クラッカー使いなのか、あの人は。はい、で今ニカを攻撃したことによって、これ強化状態解けたわけではないね、多分ね、それわけではないと。うん、さあクラッカー来てるね。クラッカーのこれ避けて一旦ジャスって、はい、これやっといて、しまった、今の攻撃者に、触れられたでしょうか。オッケーです。あ、相手もちょっとブース来たんでね。あ、さっきのあのスキル食らったら終わりだね。さっきのスキルだけ、これ警戒。よいしょー、これはしぶといね、クラッカーね。クラッカーしぶとい。テスト、オッケー、ナイス。さあ、オッケー。キル何個目だっけ、今。キルが2個目ぐらいかな。はい。まあ、やっぱどんどんね、シャンクスキルしていけば防御と攻撃上がっていくんでね、最強ですね。さあ、この覇気状態キープしていきたいところ。あ、覇気状態になってしまった。これはでも強襲でいけるんじゃない？強襲でワンパンいけないから、そっち飛んでしまった。タゲが取られた。オッケー、あと10秒耐えるか、15秒ぐらい。はい、オッケー。じゃあこれバチコンやっとくしょ。あとはどうする、これどうするこれ、これ、あんまキングもダメなんだよね。キングもね、攻撃したらね、ちょっと破棄状態溶けてしまうんで、警戒したいんだけど、まあ別、あと5秒だからいっか。はい、オッケー。最後は避けといて、おー、固まった。オッケー、ありがとうございます。アニワン、最高、シャンクス、アニワン最高。